内海利勝ラブ&ピース同じ空の下から。 This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 PCI ジャパン。アグラテイスーポンオイルハイコースーポーレアダユゲンスーポーレカミユゲンスーポンヒトスジサンジュネン横浜のゲアグラテイ。横浜野毛あぐら亭 .com で検索してください。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンではエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、 EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。はい、こんにちは。こんにちは。ね、はい。黄昏てました。ぼーっとしてしまいましたけど。はい。まあ、なんか雨がしとしとと降ってて。今日はね。ね、まあ、梅雨時といえば、まあ、梅雨は明けたわけかな。どうなんだかね。ね、でもまたちょっと今週これから。明けてませんか。ね、あ、そうですか。ね、ちょっと天気悪い日がね。あ、そう。うん。沖縄はね。うん。沖縄早いの当たり前ですけど。早く梅雨に入りましたからね。はい。ということで、うん、今日も、濃いめでいきます。濃いめですね。楽しみ。まあ、最初ちょっとこう、うんうん、ちょっと比較ではないんですけども、ブギウギっていう音楽のスタイルがあるんですが、うん、はいはい、まあ、その、イメージというかね、うん、こんな感じがブギウギだとか、ブギだとかよく言う人、うん、言うことあるじゃないですか。うんうんうん、あ、でもね、いろんな種類っていうか、聞いた感じがこう、何がブギウギだとかブギだっていう、うん、決めはないんですよ。ただ、なんつったらいいのかな、ちょっとこう、ウキウキするような、そういうものが、リズムであれば、うん、それがブギウギというふうに表現することが多いんじゃないかなと、私個人的には思ってるんですけどもね。まあ、それでちょっとまあ、比較も意味も込めてね。はい。チャックベリーとブラインドブレイク、まあ、私の師匠格ですけど、はい、ブラインドブレイクで、そう、両方ともブギウギというふうに、語ってる曲なんですね。で、それちょっとね、聞き比べてみたいんですけども、最初はじゃあ、元気のいいチャックベリーか。はい。これはまあ、ロンドンセッションの中から聞いてください。レッツブギー。はい、おう、うん。元気のないブギウギなんてあるんですか？いや、あんまりないよ。ただ、こう、なんていうの、こう、血を吐くように、こう、これは割とリズムがはっきりしてるじゃん。なんかこう。血を這うような雰囲気。次の曲がそういう感じなんで。へぇー。まあこれ前もかけたかもしれないけど。うん。うんうんうん。
なんか陽気になるよ、うん、ブギウギって感じの、うん、まあこれはまあブギウギと言ってかどうか俺もよくわからないんだけど、うん、まあチャックベリーって意外とあんまこだわらない俺についてこいタイプだから、あレッツブギーだ、うん、これがブギウギだぜ、ブギウギって言ってるんだ、うんうん、これでこのアルバムでさ、うん、I love you しか言ってない曲あんだ、あー本当ですね、 I love you I love you ずっと I love you、なんでもなっちゃうんですね、なっちゃう、うん、でもそういうの方がなんかカバーしやすくですね、うん、まあそうだね、曲ですけどね、あのダンス天国なんかそうだよね、うん、あーららららしか言ってるし、あ、あれ途中歌詞があるから、でもそれでも売れちゃうからすごい売れちゃう、うん、あのそういうシンプルな方がまあある意味浸透しやすかったのかもしれないね、うん、今でもそれは変わんないかも、うん、盛り上がりやすいというか、ね、うん、そうだね、うん、みんな覚えやすいしね、うん、ビールに合うけど多分歌詞作るのめんどくさかったね、うん、ベイビーしか言ってない、でも楽しくなる、うん、そうそうそう、今鳥のように書こう、うん、はい、やります、こういう感じ、内海さん前やってたね、うん、うん、うっちゃんブギュウギーとか言ってイエーイ、ね、ブギュギー、ね、あのだからチャックベリー、まあ、これはあのリズム隊はロンドンセッションっていうので、うん、多分あのイギリスの方がね、はい、方がちょっと細かくよく見てないんであれですけども、やってると思うんですよ、うん、でもあのチャックベリーのギターのリフとかを考えると、うん、あブギュギーというかな、そういうところもあるかなというふうにすごく感じます、うん、あのドラマは割とスクエアっていうあの、まあ、安定してるっていうか、ずっと同じリズムを刻んでる、あのそうなんですよ、そういうような、であのいろんな解釈があって、あのベースと あのドラムが違うリズムを刻んで、うん、それを一緒にしたものもあるんですよ、あのドラムが、なんだ、シャッフルっぽく叩いて、スタッと叩いて、でベースが8ビートっていうかドゥ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 って普通に刻むね、それを合わせるとちょっとこう、うん、ズレが、いい、そのズレがこういい感じのなんていうの、こう、ウキウキ加減を出すというかね、ウキウキ加減だ、ブギウギというかね、まあ、例えの話ですけどね、うん、まあ、うん、そういう雰囲気もあるということでね、じゃあ次にね、うん、まあ、ブラインドブレイクのこれはあのこの中でブラインドブレイク自身がブギウギとちゃんと、まあ、チャックベルの方も言ってましたけどね、あのこれはどちらかというとインストゥルメンタルっぽいんですが、ブラインドブレイクの方はね、だけどもあのその中で言葉、この人はあの演奏しながらよくトークをしてますので、はいはい、その中でこれがブギウギだっていうことを、うん、あの言ってるというね、曲ですね、はい、じゃあ続けて聴いてください、うん、ブラインドブレイクでヘイスティングストリート、あでも陽気ですね、うん、そうだからちょっとやっぱりこうウキウキする感じのものだとは思うんだよね、うん、うん、あでもやっぱり曲調は、うん、だいぶ違うよね、うん、でもなんか似た感じ、これがさ、ほらベースがほらとね、ベースがね割とこう8ビートで刻んで、でもあのピアノとかギターはちょっと違う塗り方してるんだよね、うん、ベースはドゥ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 って弾いてる、うん、まあピアノでピアノでそのリフを弾いてるけど、うん、うーん、
るいブラインドブレイクが明るい。そうそうそう。あ、これね。この人はブルースといってもラグタイムっていうジャンルに分けられてるけど、まあ、大きく分ければ一緒なんだけど、だけど割と明るめの曲が多いじゃん。でもすごい暗いのもあるし。そうですね、うんうん、暗い時はすごい暗いですよね。それでさ、1929年のあの大恐慌ってあったじゃん、あの時以降から、もうやっぱりこの人もブラインドブレイクも急にやっぱり落ち込んだわけじゃないんだけど、演奏がね全然変わっちゃったの、なんていうのかな、もう嫌だなみたいな感じで演奏してる、そんなに曲はないんだけど、そのあたりからこの人もいなくなっちゃった。もう死んじゃったのかもしれないけど。ああ、そうでもこの人は若いんでしょ、若くして。うん、やっぱり30代だと思うけどね、30代にして結構ね、年配の方の声で歌って。そうだね、落ち着いてんだ。これ壊したら怖い、風が剥がれ、あと30秒壊取れない。あ、取れない、あ、どうも怖い、こう剥がれ硬いんだよね。そうか、すいません、折ったら怖い、何大丈夫ですか、もらえもんですか、どうもどうも壊したらそう、なんかたまにさ、輸入版とかだとさ、もう妙に硬くて取れないな。じゃあ次にメール読みますか、はい、ですか今。あ、本当。本当わ、あ、この音源ね、ここがね、フルフリーです。外かと思っちゃった。いえ、はい、ね、ちょっと音源が古いんで、ね、割と雨が降ってましたけど、ね、まあ今外もひとしと雨降ってますからね、まあある意味ちょうどいいか、まあこの人 の乗り方っていうのはさっき言ったような、なんていうかな、ベースラインは8ビート、それで上に乗っかってる部分はシャッフルっぽいっていうか、なんかこうちょっとわざとずらすっていうのかな、まあそういうノリで、そうするとなんかね、ウキウキした気分になんとなくなるんだな。だから それをこう、まあ、ブギウギと称していってるんじゃないかと、まあ私個人の意見ですけどね、そう思ってます。あれ弾く時って、あれなんですか、そのこう違うリズムを刻んでて、こうどっちかに偏ってっちゃったりとかしないんですか。あ、 そうだね、あのそこなんだよね、だから そこがうまくこう、はまるかどうかっていうのが、やっぱりその技術というか、あの感性というかね、そういうところだと思うのよ、だからこういう感覚っていうのはなかなかうまい下手でできるもんでもなくて、なんていうの、こう、あ、素直な気持ちというか、俺は俺だよっていうところも必要だし、合わせようとする気持ちも必要だし、ある意味そういう意味、バランス感覚が、ある程度ないとなかなか、つまびけないというかね、そういう気がしますね。難しいですね。だから、単純に同じリズムを刻むっていうのはよくある。まあ、大体の音楽ってのはそういうパターンでいくんだけど、片っぽは違うノリ、片っぽは違うノリがこう混ざって入ってくるっていうのが、珍しいですね。そういうもののジャンル。だから、ジャズでもクラシックでも、大体は同じこう、テンポの中で合わせていくという。でもわざとこうずらすという。そういうのはやっぱり、なんていうのかな、黒人独特の発想なのかどうかわからないけど、懐が広いというのかね、そんな気がいたします。はい、まあ、ちょっと例えでやってみました。はい、じゃあ、ちょっとメールを。はい。リトルレディ11歳のママさん、こんにちは。はい、こんにちは。はい。あ、ビールに合う曲。ビールに今のなんかビールに合う。そうですね。ね。うちみさん、えみさん、こんにちは。はい、こんにちは。今週も一週間早かったですね。お元気でしたか？うちみさん、元気でしたか？なんとか。まあ、元気といえば元気。まあ、元気ですね。元気です。から元気もあるから。だそうです。はい。先週のバカバカ、下北沢、またまた楽しかったです。またまあ、親子3人で。ありがとうございました。これ、あれですか、ブスカちゃんが。
そうです。オープニングアクトをやってました、ね。あ、評判良くてよかったですね。楽しそう。その時の MC で、うん、松本寺尾さんがドラムだけではなく、ギターやピアノなど、うん、いろんなものを弾いたり、うんうん、え、そうなんですか、叩いたりするのが上手とお聞きしました。そうなんですよ。寺尾ちゃんね、サウスポーなんですよね。うん、でも、ドラムは普通の右弾きのこうセットで叩いてるんですけど、サウスポーなんでギターの持つと、普通の俺たちが弾いてるギターをそのままこう、左に変えて弾くんですよ。だから弦の並びが逆なんですね。それでもちゃんと弾けるんですよ。よく書けるアルバート・キングがそういうスタイルで弾いてますけど。はい、あ、そうなんですか、うん。でもあの人あんまりコード弾かないっていうか、こう、リブだけを弾いてるところなんですけど。テロちゃんちゃんとこう、左でコードもきちっと押さえるんでね。だからね、同じ曲を弾くじゃないですか。そうすると、鳴り始める音がちょっと高い方から鳴ったりするから。あ、面白い。だから、ワンがこう、ちょっと不思議な感覚、うん。だからね、独特な雰囲気で。なかなか素晴らしいです、うん。あれじゃあコードなんかも普通の反対になるわけ。だから俺たちが普通に押さえてるのを逆に押さえるっていうのはちょっと俺なんかには想像つかないんだけど、ね。どうやって覚えるんだろう。だからね、もう最初からそれで覚えたらしい。あ、そうなんですか。うん、だから左用のギターがってまず少ないですから。そうですよ。だからそれをこう持ち帰る、うん、買うのも大変だし、張り替えるのも大変。だけどギターはみんな持ってるじゃないですか。だからそれをそのまま弾くようになったんじゃないかなと思うんですけど、ね。あれ単純に考えてギターの弦を上下逆さにすれば、まあ逆にはなるけど、うん、なるけど、ただそうするとピックアップってエレキの場合だけども、指向性がちょっと違うんですよ。太い弦と細い弦の、あれでピックアップのこう質がちょっと違うんです。あ、そうなんですか。それも変える人もいれば、逆にそのまま使う人もいるし。まあ、それがまあ、一種その人の個性になるのかな、という気はするけどもね。だから、まあ、器用なんですよ、多分。器用。でね、ピアノも上手なの。あら、モテるでしょうしたね。だから、わお。よくね、荒井武ちゃんが、荒井武氏がよく言いますけどね、女殺しですね。そうなんです。なんつうのかな。だってドラムでさ、ガーンと激しくこう、ビート刻んでね、わあ、かっこいいになるじゃない。それで、まあ、終わって、打ち合いかなんかで飲んでて、ちょっとピアノなんかあると、ピアノとか行って、ポロンって。わお。そうすると、あ、この人ってそんなこともできちゃうのみたいな。コロッでしょうね。ああ、それで、甘い声ですもんね。そうなんですよ。で、テロちゃんもいい声してて、アルバムも作ってるんですけどね。だから、やっぱり、すごいなっていうね。だからでも、ドラムの人でも結構ギターを弾いたり、する人多いですね。まあ、知ってるやつの中では、相原誠っていう元ダウンタウンのドラマ、まあ、キャロルにもちょっと一時いましたけども、彼なんかも、今はドラムを叩くよりは自分でギター弾いて歌ってることのが多いという話を。まあ、私も何回か見たことありますけども、ね。だから、なんていうのか、まあ、ドラムってどちらかっていうとさ、バンドの後ろにいるじゃない。だから、なんていうの、たまに前に行きたいっていう気もどっかあるんじゃないか。そうか。それはタイプに人によるかもしれないけど、割と、あ、俺も歌ってみたいなとか、前でギター弾きながら歌ってみたいなっていう気分になるのは、まあ自然といえば自然かもしれない。ところで。はい。内海さんはギター以外の楽器弾かれますか？CD やライブで弾いてますか？あ、どうなんですか？なんだ。うん。ピアノ少し弾いてました。一時ちょっと習ってたことがあって。いつぐらいに？まあ、小学校の時ですね。小学校。うちも貧乏なんでピアノなんかなかったんだけど、合唱団っていうか、教会の合唱団にたまたま、入る。まあ誘われたんですけども、まあなんかね、教会になんかこう行ってみたいっていう、こう、気持ちがどっかあったんだろうね。一人でポーンと行ったんですよ。そしたらそこの、まあ神父さんかな、なんか、まあ俺が一人で行ったもんだから、どうしたのっていう感じで声かけてきてくれて、いや、なんとなく入っちゃいましたみたいなことを言ったらしいんで、なんかその雰囲気が僕は好きだったんだろうね。静かで。で、綺麗じゃないですか、ステンドグラスなんかで。だから、あ、ちょっとこういう不思議なところだなという興味もあって、行ったんですけど、そしたら、あ、君は歌は好きかいって言うから、あ、好きですよって、まあよくいろんなところで歌ってた、まあ、鼻歌ですけどね。で、まあ、それで、じゃあ、合唱団がここにあるんだけど、やる気はあるかみたいな話になって。
ああ、そうですか、ちょっとわかんないな、みたいな。うん、で、まあ、何回か、こう、通ってるうちに、うん、あの、合唱団もいたんでね。そうすると、ああ、歌うのって楽しそうだなって。うん、で、教会の音楽って、あの、難しいのもあるけど、すごくメロディーが綺麗で。それ賛美歌、ゴスペルみたいな。ゴスペルではないですね。賛美歌ですね。ああ、そうなんですか。あの、カトリックです、だから。で、あの、マタイ受難曲とか難しい曲もあったんだけど、はいはい、うん、あの、綺麗な曲もいっぱいあるんですよ。うん、アベマリアとかね、うん、そういうのもあるんで、うん、あ、これメロディーいいなとか思ってたんで、それでそのまま入っちゃったんですけど、したら、あの、まあ、ある意味、あの、その団長さんに見初められたのかな、わからないけど、君、あの、ピアノを習わないかっていう話で、うん、その団長さんに習ったんですね。まあ、まあ、その後はちょっといろいろ問題があって、なかなか言いづらい部分もあるんですけどね。はい、まあ、そういうことで少しピアノは習ったことがあって、で、あの、シンセサイザーとかを一時流行った時にね、うん、あの、持ってたんで、それであの曲を作ったりってことはありましたね。で、うん、なんかの曲で弾いてるかもしれないね。あ、そうなんですか。うん、あの、まあ、そんな難しいことは弾いてません。あの、コードを刻むとか、リフを弾くというぐらいの程度なもんですけどもね。まあ、そのぐらいかな。あと、ま、ドラムも好きで、あの、最初はドラマやなりたいなとか、ちょっと思って。うん、ただ、ドラムは、あの、持ってなかったから、あの、うん、鍋とか、椅子とか、夜間とか、そんなのばっかり叩いてたからな。でね、うんうん、なんていうの、こう、上からこう電灯がぶら下がってるんですよ。それをマイクにしたって、ほうき持ってね。かわいいやってたら、うん、自分、まあ、あの、お袋が急にドア開けたもんで、あの、倒れて寝たふりしてました、ね。ほうき持って寝たふりとか。あんた何やってるって言われましたけどね。まあでも、そういう経験、ある人いるんじゃないかな。うん、なんか憧れでやってね。ね、周りがきっとお寺ばっかりだから、教会のステンドグラスに憧れたんです。そうかも。なんかね、神秘的に感じたんだよね。うん、あの、お寺は多いけど、鎌倉だ、だけど、教会ってそんなにたくさん、二つぐらいあるんだけど、ないしね。だから、ああ、また違うところが、うん、まあなんかこう、あの、なんていうの、アメリカじゃないけど、うん、欧米に憧れた部分もどっかあったのかもしれないね。というわけでした。はい、面白かった。じゃあ、ムスカ。ムスカちゃん、ね、こんにちは。リクエストデイト立法。すいません。はい。なんか、まあ、ビートです。本当はね、うん、まあ、書きようかなと思ってたんだけど、ね。ごめんなさい。今日濃すぎたんで、ね。ということで、ビートルズはとっとと日本を旅立ってきた。ああ、この間ね。50年前。うん、今年の名古屋の方で、ビートルズ来日50周年記念ライブっていうのもね、あったんですね。はい。まあ、僕は出たわけじゃないんですけども、うん、ただ、その、チラシというか、ポスターには、誰が出るとか、はっきりあまり書いてなかったらしくて、でもね、チャーとか、うん、結構大物が来て、やってた。まあ、もちろんそのままやったんじゃなくて、アレンジしたのかもしれませんけど、ね。まあ、だから、うん、日本にとっても、あの、武道館を最初に使ったのは、ビートルズですしね、何週間か前に、やっぱり、そういうビデオっていうか、映像をやってましたね。NHK で、そういうビートルズを警護する人の立場になったりとか、あと星川留美子さんって前おっしゃってミュージックライフのね、うんうん、編集長なんかが出てきたりしてね、まあそういう僕らにとってはやっぱあの時はやっぱりなんか変わる瞬間だったのかもしれませんね。はい。ってことで日本公演のエピソードを並べようと思いましたが、今週はそれどころではありません。あら、はい。おいら。おいら日本百名山の59座目を目指し、南アルプスの北岳、愛の岳に、今週末、ソロで登ってきます。ソロですか。気をつけてくださいね。二つとも、百姉ちゃん。百名山を百姉ちゃんにかけたんだ。危ないね。好きですね、うん。日本で一番高い山は富士山。ご存知富士山。では、二番目に高い山はというと、そうなんです。北岳なんです。ああ、そこに行くんですか。3193、そこを登ろうとする。うん。あらま。これですね。根性ですね。富士山と高尾山ぐらいの標高差がありますと。ああ、うん、実はこの山は30年前に登っているんだ。あ、そうなの、うん、じゃあわざわざって思うけど、うん、でもその際の愛の岳は、当時は百名山ハンターでなかったため、登った。あ、なるほどね。まだ百名山に認定されてなかったわけだ。うん。ね、それで、山小屋からわずか1時間40分を惜しみましたと、ね。あ、その時に登っていけばよかったわけだ。でもその時決まってないわけだからね。そのために今回わざわざ
もう登り返しに登り返しって言うんですか、登り返しに行きます、うん、そんなに、難しい山ではないのですが、体力勝負です、詳しいことは登るさんに聞いてくださいなんで登るさん、あ、知ってんの、知ってんの、うん、まあ山だからじゃないですかなるほど噂では山小屋で2人で一つの布団とか、適度に天気悪くなった方が空いてていいのかもということですね。そうなんですね。のぼるさんのお父さんはあれ、うん、登山家だったんですよ。あ、そうなの、それでのぼるってつけたわけじゃないでしょ。まあ、字が違うか。字が違うけどね、まあ、いろいろあるんでしょう。なるほどね。じゃあここで一曲ね、また濃いやつを一つ聞いて。濃いやつ、まあ、濃いもの、まあ、あのタイトルはすごく分かりやすいタイトルですよ、はい、あのまあ、エルマー・ジェームスっていうね、うん、あの今回書けるのはここでは初めてかもしれませんけど、ね、そうですね、名前初めて聞きました。あのいわゆるあのボトルネック奏法の、うん、まあ、元祖というわけではないですけども、それをまあ割とポピュラーにしたというか、まあ、広めたっていう部分ではかなりの功績を持ってる方ですね、じゃあ、聞いてください。エルマー・ジェームスでハッピーホーム。おう、なんかハッピーホームが出てきたタマホーム決めたくですね、ちょうどのぼるさんの話題が出てたんですよ、聞いてましたよ、聞いてた、はい、どうしたんですか今日帽子かぶって。雨だ。あ、そんなすごい、なんか今すごいザーザー降りらしい。さあって、後ろの方お知り合いですか、座ってる方。いや、うちの3人じゃないですか。そうか、そうだ、うっかであったら、でもはっきり覚えた。さっきなんか後ろ見たら、なんかおにぎりしてくださって、まだ読んでないですね。お父さん登山家でしたんでしたっけ。登山家山が好きだったけど、じゃあ、まあ、山登りもしてた。はい、山登りが一番好きでした。一緒に登ったことなのかな。幼少ですね、幼稚園ぐらいの時ぐらい。あ、本当、でもそれが原因で俺山あんま行きたくない多分トラウマっていうか、あんま小さいけどちょっときつい感じあるよ、でもなんかおっさんばっかりで、なんかそうだね、あんま小さいから登ってる手はないもんね、山小屋行ってもおっさんばっかりだし、ね、話し相手になる、あんまいい思い出ないですよまあそうだよね、子供の時って俺もスキー何回か大人に連れて行かれたけど、あんまり楽しくなかったもんね。あの、いや、滑ること自体は楽しかったけど、だけどなんかその後結局大人飲んだくれて偉そうになるだけだみたいな、お父さんスキーなさったんです。親父はスキーはやってたね、まあでも年に1回か多くて2回ぐらいだ、普通の家庭はそうですよね。そうだ、大体そんなもんだよね。ね、2回ぐらい。次読んじゃうか、またね。はい、誰かかってるんですか、今。これエルマー・ジェームスっていうの。古い人。古い。プリスってもう50、60年代。頭ぐらいか。60年代。イエッ！はっ！ね。ハッピーホー ム、ね、幸せな家庭なんかちょっとハッピーホームって違う曲がタマホームになっちゃった、ハッピーホーム。まあね、でもあの分かりやすいタイトルですよ ね、ね、だから分かりやすい、まあ、多分あの内容、僕英語、まあ、ちょっと分からないんであれですけども、多分 どんな内容かちょっと興味ありますね。まあハッピーホームをだから多分ハッピーホームをあの逆、あの逆手に取ってるのか、そのままストレートに行って あんまりねストレートには行ってないと思うね。そうなんですかね。ハッピーホームなんだよみたいな、あ俺は違うよみたいな、違う、そこでもないから分かんないはい、はい、じゃあ、北郎、北郎ちゃん、こんにちは、内海さん、美さん、こんにちは、北郎です、はい、枝豆やトウモロコシの出荷も終わり、ほっとしているところですが、気がつけば畑は草だらけ。そうか、そうこの時期はもうあっという間に入るから、ね、もう本当になんとかならないでしょうかね。まあね、雑草も一生懸命生きてますからね。ねえ、けどしょうがないですね。
だって一人ですからって。そうか。なのでコツコツ毎日草むし、ちくしょう。暑さなんかに負けないぞ。負けない ね。そう、その根性ですね。うん、まあそんな感じです。はい、今日あっさりしてますね。本日は野毛サムズバーにて辰巳さんと二人でライブです。頑張ります。ではでは、うん、ということですね。あ、でも励みがあっていいじゃないですか。そうですね。ね、初見松さんの中で草むしった後、今日は辰巳さんの大好きな辰巳さんとね、まあ、そう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 、一緒にね、うん、ライブして、またビールが美味しいんでしょうね。そうですね。歌歌ってはーってため息つくんでしょうね。はい。わお。うん。うん、じゃあもう一つ。はい。あ、ケリーさんだ。うん。うっちゃあいみさん、こんにちは。ん？あなたは、うの、ん、派、左脳派、どっちかなってブームになってますが、あ、そうなの？感性の右脳派、うん、理論の左脳派、うん、うっちゃんのような音楽家様は右脳派なのかな。いろんなパターンあると思うけどね。うんうん、でもうっちゃんのトークの中では内海流な、論理思考も感じてますから、うっちゃんは両刀使い方かも。両刀使い。まあ、でも、人間ってさ、うん、どっちかだけでは生きていけないと思うのよ。やっぱり、バランスですね。バランスだと思うんだけど、うん、どっち側に、主を置くかっていうところはあるかもしれないよね。だから、音楽とかなんか、まあ、やっぱりそういう感性の部分だから、どうしてもやっぱり、右脳を最初に信じるというのかな。うん、だから俺もなんか直感の方が何となく正しいかなっていう気はするもんね。ありますね。いろいろこうずっと、なんていうの、こう、理屈っていうかこう、うん、ものを聞いてよりは、パッと聞いた瞬間に、あ、これはいいなとか、それで、まあ人に対しても、割と俺そういうとこあるかもしれない。パッと会って、あ、この人、あ、理解できるかなっていうか、こう、あ、この人、いい人だなとか、まあ、そういうこと言っちゃいけないんだろうけど、でもね、そういう感覚で誰しもあると思うんですよ。うんうん、だから、僕はやっぱりね、直感力を信じた方が、いいかなという気はしますね。だってほら、内海さんは答えは風の中ですもん。まあ、直感ですよ。ボブ・ディラン様にいただきましたから。うん、ね、うん。そうですよね。今日はどっち吹く風ってこう指でね、探りながら風の中に突っ込んでるんだ。はい、うん、ね、今日も楽しく聞いてます。今年のケリーよりありがとうございます。はい、はい、ちくろさん、ちくろさん、ね、こんにちは。ね、鳥のように聞きたい。ああ、いいですね。あ、懐かしい曲作りましたね。うんうん、はい、先週のチアナちゃん素敵でしたね。ね、よかったね。うん、よかった。以前チアナちゃんのライブ六本木での内海さんのギターが超面白かった。俺ね、この時ね、やばかったんだよ。どあのね、酔っ払いすぎました。あらま自分じゃね、ちゃんと弾いてるつもりだったんだけど、後からいろんなやつに、お前今日どうしたのって言われたもん。あのね、さ、あれやばかったね。それから少し反省しました。あ、そんなだったんですか。うん、あのね、自分、よく、あれたまーにあるんですよ。うん、調子に乗ってね。うん、あ、ガーガーみたいな飲んでて。で、今日ご機嫌みたいな。そうすると自分じゃもう、あ、今日最高とか思ってんだけど、周りが言うと、お前どうしたのっていう感じになってる、ね。最近またお酒が解禁になったから、どうなんでしょうか。だからね、周りから噂で聞くんですよ。最近、内海、最近飲めるようになったから調子に乗ってる。うん、誰が、誰がそういうこと言ってんのかなと思ったら、うん、やっぱり辰巳でした。ああ、そうだったんですね。では戻ります、はい。またまた先週でのラウン楽しすぎてすいません。うんうん、楽しすぎて謝ることはないですよ。全然。ね、久々のお姉様たちとの、何、前飲みが盛り上がりすぎてしまい、テンションが。ちくろさんいつもさ、ライブ来る前にさ、どっかにこう、引っ掛けてくるんですね。うん。うん、血圧と同じくらい下がらなくてテンションがね。うるさすぎ。ブースカさんのオープニングアクトも面白かった。うん、また近々行きます。だんだん慣れてきたね。あ、そうなんですね。もうちょっとおとなしめにいたします。いや、いいんじゃないですか。いや、全然問題なかったよ。ね、うん。今日はお盆のお迎えの日でバタバタしています。うんうん、あ、そうか。ああ、こちらのお墓の掃除は涼しい日に、それと言ったから良いのですが、うんうん、先週実家のお墓参りに行って雑草を取り、あまりの暑さに大変な思いをしました。髪も服もびっしょびしょ、熱中症一歩手前、危うく周りの方々のお仲間入りをするとこ。で、何、お墓の掃除してたからね、うん、周りの方々って、そうか、お墓の中の人々ってことですね、うん、そうだね。すごい表現。まあ、人によっちゃもう死んじゃってんだからっていうことをする人もいますけどね。まあ確かにそうなんだ。葬儀屋さんで、もう死んじゃってますからね、どうでもいいっていう感じじゃないけど、好きにやってくださいっていうふうに言う人もいますよね。うん、
まあ、ね、とらわれないようにということですね。はい、ね、楽しかった、メール、ね、はい。じゃあここでもう一曲あの、比較させていただこうと思ってます、ね、これは同じ曲をやっております、うん、はい、まあ、ロバート・ジョンソンとフレディ・キングなんですけどもね、まあ、原曲はロバート・ジョンソンで、この曲はもう皆さんよく、あまりにも有名な曲ですね、ブルースというかスタンダードに近い感じになっておりますね、あのカモン、なんだっけスイート・シカゴ、スイート・ホーム・吉祥寺とかいろんなことを言う人がいて、だからその土地土地で変えてるというかね、そういうパターンも結構ありかなという感じの歌なんですけどね、まあこれは原曲がロバート・ジョンソンで、それはまあほとんどいろんな人が歌ってます、いろんなパターンでやってます、でもまあ最初はこの感じだったんだよっていうのを聞いていただいて、次にフレディ・キングのスイート・ホーム・シカゴを、これ続けて聞いていただいてよろしいでしょうかね、はい、じゃあ両方聞いてみて比べてみてください、シンプル。のんびり。ロバート・ジョンソンがあれだった、原曲に。まあわかんないよ、今では作った曲とかあるけど、昔から要するにトラディショナルスって誰が作ったかわかんないような曲も結構あって、だからそれをレコードとかレコードにしたのがこの人が多分最初だと、だからもしかしたらこの人が作ったのかもしれないけど、だから名目上はこの人が作詞作曲になってるわけよね、だから似たような曲って結構多いから、そうですね、似たような曲多い、これ一人だからね、マルキューね、大丈夫ですか、大丈夫でしょ一応ほら、たまにフッとなってるといけないから、いや俺もたまに遠く行っちゃうときあるからみんな遠く行っちゃう人だからなかなか戻ってこれないときあるから、声かけ合ってないとねすごい年配の人たまにさ話してるとさ、ぽーっとして話聞いてんのか聞いてないのか分かんない、あれ多分遠く行っちゃってるんだよね声の掛け合いいいかもしれないやばいお互い遠く行っちゃったらなんだか分かんないやばいっちゃやばいですけど、でもさ海でちょっと沖行ったりするとぼーっとしてるのやっぱりあれある意味遠く行ってるやばいですよ、完全に行ってますよ途中で、いいんですか、長いね、フレディ・キング、まあライブ版だから余計長いんですね、はい、はい、はい、なんかでも寂しそうというか悲しそうな感じがね、どっちかというと悲しいみたいな、なんかスイートホームなんだけど帰ってきたんだよ、ギターがそんな感じなんですよね、これはこっちはもう入ってる、そうそうそう、だって年代がだいぶ違う、何年後ぐらい、30年は違うね、なんか最初からもうなんかちょっと洗練されてきましたね、ドスが効いてきたし、あ、途中で切りますか、
あの、もう、どっちでもいいですよ。まあ、ちょっと流れで、うん、流れで、もうちょっと、え、すいません、お願いします。はい、うん、そっか、もうない、うん、じゃあこれどっちにしても全部かけてもあれだから、うん、途中でトーク入ります。そうしますか、うん、でどうしましょうか。まあもうちょっと聞いて、うん、でその締めのこのあのね、うん、この比較の締めを言わなきゃいけない、うん、そうだね、ね、うん、じゃあ山田さん、あと何分これはあります？5分ぐらいですね。 あとじゃあ次の曲はカットして、これもうちょっと聴いてから締めのトークに入ります。はいはいはい、うん、あ、鳥のようにって何に入ってました？あのラバンドピース。あ、ラバンドピースか、うん、のぼうさん何したの曲？あ、俺ね、ロッド・スチュアートにしました。ちょっと書いてみて。ユーヤ・シンカ・ライム・セクシーってやつ。はい、ちょっと元気の出る曲で。元気の出る曲ね、うん、梅雨空だしね、はい、どうやどうやって、ああどうやどうや、セクシーじゃろうって。うん、選挙あったら今度都知事選ですね、うん、後出しじゃんけんなんですかね。本当にそういう、でも俺基本的に政治ってさ、やっぱアマチュアの方がいいと思ってるのよ、うん、政治家とか政治屋さんみたいになっちゃうよりは、うん、だから俺鳥越さんはいいかなと思うね、うんうん、それに、ね、どっかで自民党止めないと、うん、なんだかね、うん、怖い、嫌な感じなんだよね、うん、感じ、世界情勢危ない中でなんか喧嘩買いますよ状態になってるじゃない、うん、ね、政治家さん一族ですもんね、うん、戦争知らない世代だからね、真鍋さんも、うん、で鳥越さんかろうじてギリギリでしょ。あ、そうか、76っつったっけ、6だから、そうだね、戦中派といえば戦中派だ、ね、うん、でも若いですよね、まだ若いよね、うん、見かけというか戦争を決めた人は、うん、その半年間は最前線にいるとか、うん、そういう責任がないとダメですね。ダメだよね、俺もそう思う、こう反抗した人は、そうそうそう、じゃあ最前線に、ね、先にお前が、まあ、戦闘を切れというね、そういうことです。だから大昔ってそういう感じじゃない、うん、王様が戦闘切ってあのヨーロッパなんか行くわけじゃん、うんでも王様が最初にやられちゃったら終わっちゃうけど、終わっちゃいますだから日本はだからやっぱりあの武将は、あの殿は最後かな、やっぱり、うんうん、まあジャンヌ、それはパターンによるのか、ジャンヌ・ダルクとかああいう人だね。そうそう、行きましょう。はい、はい、しゃべります。はい、違いますね。ね、違いますよね。30年の差があるんでしたっけ。30年以上ですね、多分ね。あのロバ・ジョンソンは1920年代後半から30年頭ですけども、うん、このブレディキが60年代、まあそうです、大体30年前後ですね。うん、うん、だからあの多分フレディ・キングもこういうものを聞いて、あの育ったんだと思うんですよ、うん、それで、あ、自分なりにやろうという、この曲いいな、そう、やっぱり自分のノリというか、癖というかね、あの雰囲気というのが自然に出てくる、だから、まあ、そういう意味ではね、あのブルースっていうのはこう伝統音楽と言ってもおかしくないぐらいのところはあるんですね、ね、継承していくんですね、うん、そうですね、うん、ね、この間千花ちゃんも言ってましたよね、うん、そうだね、私が昭和の歌を伝承していく、そう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 、役目を、うんうん、いい子ですね、いいこと言ってました、ね、その通りなんですよ、うん、でこの間あの A6 さんも亡くなったじゃないですか、だから残念ですね、うん、僕なんかあのやっぱり坂本九さんの歌とかよく聞いてましたね、リアルタイムでね、ですね、で上を向いてある子はやっぱりもうね、ビルボードで1位になった、うん、唯一の日本の曲ですからね、はい、あ、そうなんですね、そうですよ、うん、というわけでね、はい、来週はノーゲストですけれども、うん、あの7月27日は、うん、ゲストは新井武さんですのでね、そうそうそう、ね、はい、うん、またニューアルバムの話聞きたいと思います、うわ楽しみ、ね、はい、
はい、では次のコーナーに行きます。はい。